ハウサー人はアフリカのチャド系民族。主にナイジェリア北部及びニジェール南部に居住し、西アフリカ最大の民族集団の一つである。ナイジェリアではヨルバ人、イボ人と並ぶ三大民族の一つであり、その中でも最も人口が多いため、建国以来ナイジェリアの実権を握ってきた。一方ニジェールでは人口の55.4%、 2001年をハウサ人が占めるが、1993年の民主化まで国の実権を握ることはなかった。ニジェールのハウサ人は、南部のマラディア、ザンデール地方に、主に居住している。また、この両国、特にナイジェリアにおいては、フラニジンと同化が進んでおり、ハウサフラニジンと称されることもある。カノヤ、ザリアなどの都市は、ハウサ人中心の都市である。 西暦500年から700年の間に、ハウサ人の祖先は、ヌビア地方から、ゆっくりと、精神してきたと考えられている。11世紀には、カネム・ボルヌ帝国のカヌリ人から、イスラム教を伝えられた。13世紀頃になると、ハウサ人はハウサ諸王国と呼ばれる7つの都市国家を建設し、サハラ公益に従事するようになった。15世紀には、損害帝国に従属したものの、 損害が滅亡すると自立性を回復し、サハラ交易ルートのメインルートもこの地を通るようになったため、ハウサ人は繁栄した。1809年、ウスマンダンフォディオのジハードによって、ハウサ人地域のほとんどが、そこと帝国領となった。支配者となったフラニ人は、しかしハウサ人と同化していき、現在はほとんど区別がなくなっている。1904年、 そこと帝国がイギリスに滅ぼされると北部ナイジェリア保護領としてイギリスの支配下に入った。イギリス統治下においては間接統治が取られ現地の権力構造はそのまま維持された。これはハウサ人に安定をもたらすと同時にイギリスの教育などがハウサ人地域にほとんど行き渡らなかったため南部のイボニンやヨルバ人に比べ植民地政府の管理を排出することができず 南北対立の原因の一つとなった。1960年、ナイジェリアが独立すると、ハウサ人は、北部人民会議を結成して、選挙に勝利し、NPC のタハワ・バレワが、連邦初代首相となった。ハウサ人は、議会での優位を利用し、ハウサ人よりの政策を進めた、ため、特に東部のイボニンの反発を買った。逆にハウサ人は、 教育を受け商売がうまいため北部に進出してきているイボ人を警戒した。1966年1月15日、イボ人のジョンソン・アグイーイコールイロン氏将軍によるクーデターが発生し、タファワ・バレワ首相など北部系の政治家が殺された。しかし、それに反発したハウサ人が5月に、カノをはじめとする北部諸都市でイボ人の虐殺を行い、 イロン首相軍も6月に再び起こったクーデターで殺害され、さらに9月に再びイボニーの虐殺が起きると、ハウサ人主導の政府に反発したイボ人は独立を宣言し、戦争が始まった。ビアフラ戦争が終結した後も、ナイジェリアにおけるハウサ人の優位は基本的に継続している。一方、ニジェールにおいては、ハウサ人は最大民族であったものの、 支配権は首都ニアメ周辺のジェルマビトが握り続けていた。フランス領西アフリカ時代からフランスはジェルマビトを優遇しておりエリートを排出していたからである。ハウサ人が政治の表舞台に立ったのは1993年の民主化の後のことだった。スーダンのハウサ人は西ユーラシア系ハプログループ R1 ビットを40%持つ。その他、 B が15.6%、A が12.5%、E1 ビット 1A が12.5%である。ハウサー人はアフロアジア系チャド諸語を話すが、アフロアジア語族に関連する E1 ビット1ビットは3%と少ない。常染色体の研究では、ハウサー人に最も近いのはナイジェリア、カメルーン、チャド中部、南スーダンのないロート族である。これは、 ハウサ人など、チャド系民族は、アフロアジア語族に、言語交代を起こす前は、もともと、ナイルサハラ語族を話していたことを示唆する。ハウサ人は、農耕民族であり、当人モロコシ、トウモロコシを中心とする、畑作農耕を行っている。ハウサ人のほとんどは、イスラム教スンニ派の信者であり、2000年には、ハウサ人が多数を占めるナイジェリア北部12州で、 裁判にシャリアが導入され、ナイジェリア憲法に違反するとした政府と対立した。ハウサー人は伝統的に不敬社会で一夫多妻である。ハウサー人のコミュニティでは、人が死ぬと埋葬までその遺体を当人が死んだ部屋や屋敷内に安置する。数日以上にわたって安置する場合は、体液を抜き見イら状にする防腐処置を施した上で安置する。仮装は行わない。 ハウサ人には民族独自のダンベと呼ばれる格闘技が古来より伝わっている。ありがとうございます。